皆さんこんばんは。遅れてスタートです。ニコニコ生放送深掘り TV 司会のジョーです。よろしくお願いいたします。コメントの方もね、いきなりたくさん、書き込みがありますけども、ブラボーと来ております。ありがとうございます、はい、なんだってという驚きの、コメントも来ておりますが、不思議な世界だということで、今夜のゲスト渋谷慶一郎さんのですね、代表作と言って過言ではないと思います、アンドロイドオペラ、これのですね、初演2018年の東京公演の映像の一部をご覧いただきました。今夜はですね、このアンドロイドオペラを、テキストに、こちらのですね、解説を加えながら AI がですね、音楽や芸術、そして人間にどんな影響を与えていくのか、そんな話をしようと思っております。番組最後までご覧いただくにはチャンネル登録が必要となります。登録していただきますと、今日のですね、番組最後までご覧いただけるだけではなく、過去のアーカイブもご覧いただけますので、ぜひとも登録して最後までお付き合いください。そしてですね、渋谷さんや、他の演者の皆さんに質問などありましたら、コメント欄の方にお書きください。質問は、皆さんからの質問は番組の最後にぶつけたいと思っております。若干一人足りないんですが、それでは番組の方を進行していこうと思います。まずは演者の皆さんの紹介です。今夜のゲスト、その前にレギュラー出演陣、ダース・レイダーさんです。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ダースさんは渋谷さんと初めまして。初めましてです。ですよね。そうなんですよね。はい、はい、初めましてです。はい、どっかですれ違ったという感じ。すれ違ってはいるかもしれないです。そうです。チンポムの森火の展覧会で、行ってました。あの時僕1日経ってなんかやってる時、そうで、その時に僕いた気がするんですよ。おお、なんかね、あのドキュメント72時間のディレクターが、はいはい、あのチンポム 7.2 時間っていうドキュメンタリー企画を立てて、 7.2 時間僕があそこに立って、行き交う人々をインタビューしたりするっていう、うん、あの映像を撮って、お蔵入りしたっていう。あ、お蔵入りしたんだ。結局撮るには撮ったけど、撮るには撮ったけど、お蔵入りした。なるほど、ね、そういうこと。今ちょっとご覧いただきましたけど、まずダースさん、はい、一言感想、アンドロイドオペラの感想。はい、まず、はい、いろいろ聞きたいことはやっぱり、はいはい、そうですよね、はい、出てくるのか。まずでも気になったのはリズム、うん、特に AI 側のリズム、うんうん、リズムをこう取りながら参加していって、これはもともとプログラミングされたリズムっていうのがじゃあ中心になっていた時に、はい、ちょうどね、僕この間あの、DJ でラップのライブって昔はよく DJ でレコードでやってたんですけど、ハリトビが起こった時どう対処するかっていう話をちょうどしてて、まあそうしたリズムが急に狂った時、人体的には反応するんですよね、うんうん、まあ、ちょっと反拍ずれた時に言葉を一個飛ばして頭を合わせるとかっていうことをやるんですけど、うんうん、この場合この演奏、人間側の演奏のリズムっていうのがに狂いが、この時はね、指揮もしてんですよ、うん、だから僕のこの初演の時のイメージは、例えばフランク・シナトラとかビオークって指揮しながら歌うような感じがあるじゃないですか、うん、だから一番人間的ですよね、うんうんうん、でそれをアンドロイドでやったら面白いと思って、うんうんうん、ただあのクリックじゃ面白くないから、うん、東京大学の池上隆さんと僕も20年ぐらいコラボレーションしてるんですけど、うん、その非線形の揺らぎとクリックの間を行き来するみたいなプログラムを作って、でだ揺れるんですよ、うん、でも人間の揺れじゃないからオーケストラには超不評で演奏できねえよみたいな話になってったんですよね、本当初演の1日ぐらい前まで。で、だから基本的に BPM はこの上下運動してるじゃないですか、うん、それで表してるんだけど、うん、揺れみたいなのは体で動かしてる、うん、でこう手でいろいろやってんだけど指揮に見えないっていうのがオーケストラの人のあれで、うん、でいろいろ試行錯誤してる時にこう肩がたまたまこう動いた時があったんですよ、うん、そしたらオーケストラの人が、うん、あ、これだったらできるかもしれないって言うんですよ。で なんでってどう違うのって聞いたら、うん、結局普段私たちは指揮棒を見てるけど、うん、指揮者の呼吸を見てると、うん、だからアンドロイドの呼吸を肩が動いてると感じるから、うん、肩が動いてると私たちは一緒に演奏できるって言われて、あ、これは結構気づきだなと思ったんですよね。あ、面白い。まあ、なんかそのリズムがこうどう垂れていくのかなっていうのを見ながらね、うんうん、結構それもスリリングでもあって、そうですね。だこの時スリリングでした、すごく、うんうん、まあ、おそらく今日ダースさんまだまだ聞きたいこといっぱいあると思います。あ、そっか、はい、ちょっと気になったんですけど、はい、若干一人っていう言い方するんですよね、はい、一人ですよね。あ、一人、完全に一人です毎回遅刻なんですけど、若干でつくのかなみたいな。毎回遅刻なんですけど、結構ここまでの大遅刻は珍しいのと、実はさっきから宮台さんが電話に出ないっていう、うん、そうなんですよね。ちょっと有意識状態、さっきね始まる前に
スタッフに聞いてみたんですけど、うん、僕が今まで宮台さんを待っていた時間っていうのを全部足したらどれぐらいになるのかなっていうのを、うんうん、多分ね2日ぐらいにはなるんじゃないかな。あ、なるでしょうね。ずっとまあ、1回1回は30分とか40分とか、ね、まあ、丸ごとすっぽかされた時もあるので、それは3時間4時間、うん、そのすっぽかした時ってその後どういう感じなんですか。この番組で清春さんがゲストの時に来なくて、うん、で終わってから僕が電話したんですよ、はい、そしたらすごい明るい声で「ダーさん出しました!」って出ました。気づいてないって完全に忘れてたっていう。やばいなでも今日は昼間連絡が取れてるんですよ、うん、うん、で、あの渋谷さんに渡してくださいっていうテキストが送られてきて、そう、まあ、それを共有させていただいて、夕方ぐらいですよね。そうです。だから今日番組があるってことは絶対知ってるんですよ、うん、で本人も分かってるはずなんですけど、うん、果たしてなぜか番組が始まる30分ぐらい前から全く連絡がつかなくなっているという。本日ね、はい、また写真撮られたんじゃないですか。かもしれない。それのもみ消しで。もみ消しとか。かもしれません。談合みたいな。みたいなことかもしれない。示談してるんじゃないですか。示談。はい、そうかもしれませんが、うん、まあ、前任にしか宮台さんは見えないんですかというコメントが来ておりますけども。前任にしか見えないの、僕見えてないよ。見えてない、ね。我々前任のはずなのにどうしたんでしょうかね。あったな。まあ、あの、そんなに遅くならずの到着をもうひたすら願うわけでございますけど、改めまして今夜のゲストは音楽家の渋谷圭一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロフィール画像の方出ますでしょうか。まあ、実はね、あの渋谷さんとは先日宮台さんの戴冠記念トークイベントで宮台さんともご一緒して、うん、渋谷でね、はい、そうですよね、はい、あれが実は初対面。初対面です。ですよ、ね。初対面です。はい。その時に非常に今トークも盛り上がり、うん、ぜひともこの番組に来ていただいてということで、うんうん、そしてまあ渋谷さんの方がですね、来週になりますか、恵比寿の方で、うん、Android オペラの、まあ、東京凱旋公演があるということで。再来週です、ね。そうか、はい、再来週か、はい、なんですけど、こちらの方はもうチケットの方が完売なんですよね。そうですね。まあ、ただまあ今日はこのお話をしながら、うん、AI と芸術、音楽、そして人間への影響という話をさせていただこうと。うん、ております。もうプロモーショントークとか必要ないから、はい、もう宮台さんと性的な話とか存分にできるなと思って来たらいないみたいな。いないです。どうやら今あ電話がつながった。お、40分後何してた。まあ起きたとしても、ね、分かんない。え、何、分かんないです。ジャンキーですよね、行動として。今から40分、今から40分。すごい、すごいな、すごい、ね、今から40分後って言ったらもうすごい時間になってますけども。え、そこまで無料パートって行くんですか。まあもう行くしかないですよね。まあそれかもう宮台さん来たら有料に来た瞬間有料、来た瞬間有料にする。じゃあ来るなみたいな感じもちょっと出てくる。そう来たら有料金かかっちゃうじゃないかっていう。さすがにね、お説教モードじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、その前に今日お話をしていく前にですね、アンケートの方を取りたいなと思います。提携で取っている質問になりますが、今日のユーザーの皆さんの年齢から教えてください。10代以下、以下以上以下ですね、10歳刻みで聞かせていただいております。まあ、大体ニコ生なんで30代40代50代が多い、普段は多いんですが、今日はいかがでしょうか。まあ、AI というテーマなので、うん、若年層の方も見てくれていると嬉しいんですが、うん、さあ結果の方早速見てみましょう。今日のユーザーの年齢、あ、20代がゼロ。でも逆に10代が 6.5、 10代が今までより一番多いんじゃないかと。10代以下って、まあ、10代も含むですから。あ、10代ですよ、はい、9歳とか8歳かと思った、うんうん、はい、だから19歳まで、19歳、はい、19歳以下ってことですね、うん、はい、これはもう若い方。これは不思議だな、この真ん中が抜けるって初めて見たから。あ、そうですね、10代以下は。僕はなんかマネージャーがこう調べていろいろしたら、はい、僕の聞いてる人とかってずっと20代30代なんですよ。だからこう一緒に年取っていかなくて、うん、常に20代30代が圧倒的に多いんですよ。それもまた不思議です、ね、不思議なんです。さあ、そしてジェンダーの方のアンケートも取らせてください。今日は10代以下の方が 6.5% ご覧いただいております。うん、質問もありましたら全然受け付けますんで、コメント欄の方にガンガン書いてください。永遠の20代、ブライアン・アダムスみたいな。はい、あなたの性別を教えてください。男性女性答えたくないです。まあ、男性がいつも多いっちゃ多いんですけども、うん、今日はいかがでしょうか。結果見てみましょう。あ、やっぱり男性が圧倒的に多いですね、うん、71% 男性ということになります。うん、さあ、それではですね、まずは無料パートはこのアンドロイドオペラをめぐって渋谷さんにいろいろお話を聞いていこうかなと思いますが、まあ、はい、散々いろんなところでもしてると思いますが、2018年が初演ということなんですけど、うん、そうですね、この着想のきっかけって何かあったんですか。それもね、結構あちこちで話してるんだけど、あのジエンドっていう
初音ミクのオペラ作ったんですよ、2012年に、はいはい、で2013年にパリのシャトル座っていうところでやって、うん、まあ、非常に成功して3日間チケット全部売り切れて30分ぐらいで、はい、でその時の支配人がすごい気に入って、うん、で今日帰るって言ったらその空港行く前にちょっと寄れとか言われて、で話しようって言われて、次お前何やるんだ、何考えてんだって聞かれたんだけど、はい、まあ、こっちとしては終わったばっかなんで、うん、もうやったみたいな感じで何も考えてなかったんですよね、はい、でも何も考えてないとも言えないから、アンドロイドでオペラ作ったら面白いんじゃないかなって言ってみたんですよ、うんうんうん、そしたらそれはいいなとか言って、ぜひうちでやろうって話になってやったんだけど、うん、まあそのシャトレ座ってとこは国がパリ市がやってるホールなんで、助成金とかの関係で新しいプロジェクトとか公演が作れる作れないって決まってくるんですよ。でその政府方針、政治の方針で文化財政がカットされて、その後、はい、で結局できなかったんだけど、いやだからその時ね、日本人でやりたいって言われたんですよ、オールスタッフ、脚本演出で、だから友達もう結構なオールスターメンバーですよ今考えると、うん、全部声かけてみんなで一緒にパリに飛んだんですよ、うん、でそれで流れたから、まあ結構貧粛っちゃ貧粛で、でその後もでもこれこう思いつきでパッと出たアイデアって結構いいじゃないですか、うんうんうん、だからこれはやった方がいいし、行っちゃった手前なんか引くに引けないなと思って虎視眈々と狙ってたんですよね、うんうん、でその時にこの未来館の前にアデレードフェスティバルっていうオーストラリアのフェスティバルからジエンドやってくれってオファーが来たんですよ、うんうん、でジエンドも世界中でやってて僕は結構飽き飽きしてて当時で、アンドロイドオペラっていうのを考えたんだけど、それをやらせてくれんだったらやってやるみたいな感じのレッスンをしたの。したらまあ初演っていうか本当に見たこともないもんだから、そうすごい予算はかけられないけどいいよって話になって、プロトタイプをあのオーストラリアで一番最初にやったのは2017年。なるほど。でその後この未来館って形なんですよ、うんうんうん、なるほどね、うん、まあ言ってしまえばポロッと言った一言から始まった。そう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 。でもそれは出るってことは、うん、まあ絶対面白い方向に行くっていう渋谷さんとしても確信というか。そうですね、うん、うん、あとなんかアイデアとしてこう人間が中心にいないっていうのは、うん、ヨーロッパの芸術ではありえないことだから、確かにそれをヨーロッパでやるっていうのはこう何て言うかな、くさびを打ち込むのにはいいなと思って、うん、ジェンドもしっかりですけど、ボーカロイドなんで、うんうん、人間いないからオペラとか言いながらオーケストラも全部伝承なんで、うんうん、だからそれはその後継っていうか続編としてはいいなっていうのもあったんですよ。なるほど、うん、ちなみにその2017年、初演の17年18年あたり、まあ、あるいはその言ってからの着想までの間って、うん、渋谷さんの中では例えば、まあ、生成 AI とか、うん、まあ、そういうものって どんな存在、どんなものって捉え、いやでもその当時生成 AI なんて言葉なかったですからね。そうか、全く、うん、ただまあ僕のぼんやりとした空想っていうか妄想では、この Android に AI が搭載されて人間のようなテクノロジーとして、こう擬人化されたテクノロジーとして発達するんだろうな、でその時がまあ一番こう受け入れられるだろうから、その前にやってやれっていう感じだったんですよ。なるほど、うん、田さんここまでのところどうですか。アンドロイドの造形、初演の時の、うん、あのイメージっていうのは渋谷さんのイメージですか。あれはね、石黒浩さんが作ってるアンドロイドで、うん、で人間のにそっくりなアンドロイドだとやっぱちょっとロボットショーみたいになっちゃうじゃないですか、うんうんうん、ですごいミニマルなものがあるっていうのを聞いて、でこれだったらなんか文楽みたいなことができるなっていうのが、うんうん、確かに人形感、人形感、うんうん、でそれに見てる人が感情移入していくみたいなことができるから、うん、そっちの方がいいかなと思って、あのアンドロイドはなんか側でもあって、うん、感情移入ってことはなんか入れるわけじゃないですか、うんうん、箱に見てる人が何かを入れるっていう器的な意味もあって、うんうんうん、そうですね、うん、でそうすると器だから、うん、あんまり人から離れすぎてもそう器感が出てこないっていう、うん、あのね、人から離れすぎたロボットは、うん、結局そうですかになっちゃうんですよ、うんうん、だから人これコメントとか見てても気持ち悪いとか、うん、不気味とか、うん、可愛いとかいろいろ言うじゃないですか、うんうん、それは人に近いから言えるわけで、うん、議論が起きるのは人に近いものなんですよ、うんうん、ね、箱みたいなのが置いてあったもんね。そう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 、これがロボットですとか言ってなんかわけのわかんないオブジェとか置いてあっても、うん、それは、まあ、芸術なんだねみたいな感じになるじゃないですか、うんうん、それはそんなに僕は面白いことじゃないな。結構この番組淡いですよね。ね、そうですよね、うん、前この番組で嫉妬論っていうのをやったんですよ、はい、でまあ、あの関西の
大学の方がですね、はい、その嫉妬と民主主義の関係っていうのを研究なさってて、でもそもそもやっぱり嫉妬っていうのは、うん、ある程度自分と近しい人というか、うんまあ、その人のあれを借りると自分のですね大体 30% 増しぐらいの人に対しては嫉妬を感じるけども、うん、例えば普通の人が大谷さんのですね、うん、年俸を見て嫉妬を抱くことはないっていうことは、それは危ない人ですね危ない人それ嫉妬してた、だからやっぱり感情移入ができるというか、まあ、嫉妬にしてもそうですけど、うん、何か感情を抱くっていうのは、うんまあ、自分がとある程度の点線上にいる何か、まあそうですね、っていうことですよね、うん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 、その距離感が、うん、まあね、今の嫉妬論は基本対人間の話だと思うんですけど、やっぱ動物ね、うん、犬とか見て嫉妬はしないから、うんうん、やっぱそういった意味ででもアンドロイドだったらその延長上にいるのかどうかっていう、結構その距離感を定める、そうね、難しいところですよね、うんうんうん、でただ、まあ、物を所有してるっていう概念はやっぱ持ちにくいから、うんうん、そのアンドロイドがいてすごい能力を持ってたとしても、うんうんうん、多分その能力自体に嫉妬するっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、うん、でも歌を歌ったりするから、うん、そうすると例えばシンガーの人が見てこうどういう感情になるのかなとかっていうのは、うん、まあこれ仕事的には特にそのシンセサイザー B とか出てくるともう替え歌シンガーとかいらないみたいな話っていうのが今出てきてる、うんうんうん、そうするとそれって嫉妬の対象になりうるのかなっていう、うんうん、結構そのなんかギリギリのところがアンドロイドポンと置くとなんかちょっと見えてくる気がするんですよね、うんうんうん、あと面白いのはアンドロイドのアンドロイドオペラはすごいスタッフが協力するんですよ、僕のコンサートよりも、うんうん、結局あの某バンドが解散した時に、ボーカリストはすごいハンサムでした、ギタリストはブザイクですっ、うん、言った時にスタッフはみんなギタリストの方ついてったらしいんですね、うん、だからそれはスタッフの嫉妬じゃないですか、ね、うん、嫉妬ですね、で例えば僕のコンサートってまあ僕がステージの真ん中でピアノ弾いたりするわけだから、うん、まあ僕を応援するってことなんだけど、それよりもはるかにみんな協力するんですよ、ね、うん、だからこうある種稚拙な存在でもあるし、プログラム内で動かないし、人間が協力しないと思うようにいかないから、うん、こう人のなんていうハブになる、うん、でそれは結構面白いことだなと思ったんですよね、うんうんうん、そうか、なんかあのアメーバーでやってたドキュメンタリーかな、でもその制作の過程の中で、うんうん、渋谷さんおっしゃってましたよね、スタッフがどんどん発言するようになるって言ってましたよ、そう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 、だからそれはね、うん、やってて結構面白いですよね、うん、それは人間中心だとなかなかやっぱそうはいかない、こうしろって話になるでしょうっていうことですよね、うんうん、そうか、助けてあげなきゃいけない、そう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 、関係に変わってくるっていう、そうですね、うんうん、そんな気はする、うん、他にこう初演やってみて、まあ、思わぬ何か収穫とかっていうのはありました、初演の時はね、はい、僕は絶対に失敗すると思って出たんですよ、あ、そうなんです、だからこの見事な失敗っていうのを一生のうちで初めてするだろうなと、これ黒歴史になるなと思って覚悟決めてこうステージに上がったのは覚えてる、うんうんうん、っていうのはやっぱりもうリハーサルはボロボロだったんで、要するにアンドロイドの式がよくわからないと見えないとか、あと途中で止まったりとか、あとそもそもこの初演の時のアンドロイドは音楽用に作られてないんで、かなりもう摩耗してたんですよ、で実際この初演終わった後もう完全に壊れちゃって死んだんですね、だからもうこれは本当にひどい失敗になるなと思ってたけど、奇跡的にその初演だけうまくいったんですよ、なるほど、まあ、そしてですね、時を重ねまして、まあ、今回は東京の凱旋公演が、うん、あると、再来週あるんですけども、うん、今回のですね、その登場するアンドロイド、アンドロイドオルタ4というやつですね、さっきのがオルタ2なんで、あ、そうですね、うん、あの結構代々変わってくる、もう4代目という、4代目です、6番、うん、7番の写真でいいのかな、はい、こちらが今回、上演されます内容です、うん、一部と二部構成ということになるんですが、今回がこのオルタ4ということです。もう一枚写真出ますでしょうか。はい、こちらです、ね。中指立ってるんですよね。ね、うん。別に意図してないんですけど、偶発的な中指が立ってます。そういう偶発的な中指です。これは機能としてはオルタ4どんな機能特性を持ってるんですか。あの動きがかなりロバストっていうか、こう。うん、草じゃねえよ誰だよあの強くなってきてる、であとそうですね、それがまず一番大きくて、はい、でボーカルのプログラムもかなり
開発してて即興ができるんですよね。あ、即興だ。即興ってどういうプログラムなんですか？あの聞いて、うん、オブリガートをリアルタイムでつけるんですよ。うーん、だからこの中で、あの Android オペラの中で照明と電子音とオルタ Android だけのパートっていうのが3回来るんですけど、照明、うんうん、って絶対音変えちゃいけないんで、うん、1200年 前のまんま歌ってるんですよ、うん、でそれただ人間だから、まあ、ピッチ多少変わるし、うん、テンポも少し変わるじゃないですか、うんうんうん、それに対して即興でオルターがオブリガートをつけて、うん、でしかもその時歌ってる照明の内容は一回 GPT で学習させて、うん、リリックも作っておいて、うん、でそのリリックのこうふわりとかは即興でかぶせるっていう、だから1200年の時空を超えて、うん、声と声がこうハーモナイズしてるっていう状態が3回来るんですよね、うん、だから毎回違うし、ドバイエキスポでやった時はそれ最後フリーズして、うん、あーって言ったまま、うん、あの Android だけが30秒間、うん、あーって言ったままフリーズして、うん、すごいビビりました、うん、うわ、でもそれはそれでなんかなんていうんですか、そのバグも含めて、うん、まあ、表現偶然性の音楽っていうことですよね、うん、ただ僕は結構最初は本当に Android が止まっちゃったら、うん、オーケストラはこうどうしたらいいか分かんないじゃないですか、うん、それって例えば iPhone なくしちゃったら1日もうめちゃ困りますよね、うんうん、それだからどれだけテクノロジーに人間が支配されてるかっていうメタファーとして壊れる限界までやって、うん、でその時オーケストラがもうお手上げになるとか、そういうとこまで含んだ劇場作品にしようと思ってたんだけど、やっぱりこの規模のショーでそれってやっぱなかなか難しくて、うんうん、あのいわゆる失敗とかになるんで、うん、そこは今は割愛してるんですよね。なるほど、うん、田さんどうですか？いや、まあね、従属関係にあるって、まあ、指揮もしてるわけだから、うんうん、確かに止まってしまった時に、うんうん、思考停止してるっていうのは人間が考えてないってことが分かるわけですよね、うん、そこまでいったら、まあ、その場の体験っていうのもすごい面白い気がしますよね。ですよね、全部、うん、ね、で、うん、やっぱその時どうするかって観客側も気づくわけですもんね、うん、その場がどういうものに支えられてきたかっていうのが、うんうんうん、これを体験するって結構意味があることな気がしますけどね。そう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 、うん、だからテクノロジーと人間の支配関係っていうのも最初僕が考えたコンセプトには入ってるんですよ、うん、まあ、あーってなったのは、うん、そこはでもあのフリーズするあーはピッチが合ってるわけですよね、その、うん、ただもう他は全部終わってんで、うん、単なるあーだけが残ってる、がちょっと残ってる、それが残っちゃう、ちょっとじゃなくてもう30秒ぐらい残ってるんですよ、うん、でしかもあの動きが止まっちゃってるわけですよね。動きが止まってる、うん、うん、いやだからそこがね、人間同士だったら、うん、まあ、なんとなく空気を読み合ってフォローするとかっていうことができるわけじゃないですか。そうじゃないっていうのがやっぱり人間同士には生まれない関係性ですよね、うん、そうだから、まあもうちょっと AI がそれこそ進化したら、うん、そういうことができるようになるんだろうけど、現状は難しいですよね、また、うん、なるほどね、うん、即興っていうのも、そのまあ、即興は非常に人間的なことだと、うんうん、まあ、この今 AI が即興するっていうのを聞くまではね、うんうん、思ってたんですけど、じゃあプログラミングで即興ができるってなると人間がやってる即興って何なんだろうっていうのを逆にちょっと考えちゃいますよね。そうなんですよピアノとオルターで即興してると、うんうんうん、あっという間に20分ぐらい経ってるんですよね、うんうんうん、で即興ってこう調和でもあるけど、あの潰し合いみたいになる時もあるじゃないですか、うんうんうん、こうバトルみたいな、うんうん、でバトルはやっぱり苦手なわけ、 AI 側、 AI 側、うんうん、でこう聞いてそれに対して、あ、自分でいい感じだなと思ってるとやっぱりどんどん良くなってくるんですよ、うん、まあね、でもセッションでね、やっぱバトルモードになると、うん、と演者はちょっと楽しい時あるんだけど、うん、全体としてはあんま良くないこと、うん、長く続くと聞いてる方が辛いですね、うんうん、やっぱ決着をつけに行っちゃうから、うん、あとテクニックにね走るっていうか、うん、う、手数が多くなったりする、そう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 、確かに、うん、でも今ダースさんが言ってたね、人間の即興って何だろう、うん、でダースさん自身はどうだから、僕があのラップで言葉でフリースタイルとかするっていう時の、うん、なんか言葉がやってきてこう出るっていう感覚っていうのが、でもこれはプログラミングの、もしかしたらいろいろな選択肢をプログラミングされている中から、まあ、ピックしているっていうコードを、まあ、僕もやっているのか、うん、そのね、ないものをやってるってことは、まあ、ないわけだから、うんうんうん、当然言葉で即興するってことはその言葉もインストールされているはずで、うんうん、じゃあそれをどう
その自分の中のフォルダーから見つけてきてるのかっていう作業が実は AI でプログラミングで再現可能なのかどうかっていうのは結構、ただどうやってるかっていうのは人間が逆に説明できなかったです。そのなんでこの言葉をこのタイミングで言ったんですかって言ったら、まあふと出てきたからっていうのがあって、ふと出てきたっていうのがでも実はプログラミングを脳が勝手にやっているって考えると、思考してこういうことを考えているっていうものの前提のところにそれが多分あるわけだから、そう、すごい面白いと思うんですよね。だから脳が意識してあ次はこれを言おうって言っている前段階があるわけですよ、このこれを言おうを言うためのそれを言おうっていうのの前のそれを言おうってずっと前提があって、意識して言語化する前の段階でも実は言葉をチョイスしている作業を脳がやっていて、でもそれはストックの中からですよね、絶対に。だからかなりこう 自己誘発的に自己のように、例えばピアノを弾くとか、絶対普段弾かないような弾き方で、即興を始める、例えば5分間右手しか使わないとかやったとしても、でもそれもまあ知識の中じゃないですか、逆にだからその AI がっていう以前に人間っていうのはかなりやっぱりリファランスがあると思うんですよね、だからオリジナルの意識みたいなものっていうのは結構神話に近いというか、女の子とかでもこれなんかいるじゃないですか、若いのにもうババアだよとかっていう子いるじゃないですか、あれお母さんとかの影響だと思うんですよ、だから親にそっくりな言葉遣いで喋る人っていますよね、あれだから全然なん 自発的な意識じゃないでしょう。だから人間にそんなにオリジナリティがあるかっていうと僕は結構そんなないと思ってるんですよ、まあ幅もそんななさそうだし、まあ、基本は真似て身につけてきたものだから、まあいろんなものを真似すぎて元ネタが分かりづらくなってるっていうことは多分あると思うんですけど、真似に真似がレイヤーとしてどんどん重なってってるから、たどれなくなってはいるけれども、まあ、ちょっとだから極端かもしれませんが、やっぱりじゃあ人間の発想っていうのは、所詮偶然性というよりも、あくまでも人間の発想ですら経験や知識が蓄積されたものがかなりの部分はそうだと思いますね、ことですよね。だから曲作るんだって結局即興で作るわけだから、最初はそれはやっぱりなんか自分の知ってるいろんなものから組み合わせてるわけじゃないですか。ただまあ病気の人っていうのはあり得るかもしれないですね。だからあの最近だとすすきので、あの私が切ってきた頭ちゃんと見てお母さんとか言ってる人、ああいうのにはかなわないですよ、まあ、オリジナルという表現はね、そう、ただオリジナリティが行動にオリジナリティありすぎますから、まあでもそれもそこに至ったいろんな環境要因はその親の接し方とかもありそうな気がしますよ ね、 その、ね、父親のことドライバーって呼んで、両親をあのお嬢さんって呼んで敬語を使ってたって言いますから、やばいですよね、すごいやばいですよね、でやっぱそういうパラメーターがずっと続いていくと違ったものになっていくってことは多分、入力値がかなり偏ってるから、そう、なるほどね。すると、まあ、ある意味その AI がさっきのあーじゃないですけど、そういう AI がなんていうの、我々にはもうコントロール不能なバグみたいなものの方が人間にとってはもう超偶然というか、自分たちからは逆に作れない何かみたいな、だからその人が即興的に言ってることとか歌ってることでこれは自分じゃできないなと思うことってまあ多々あるじゃないですか、その程度にはありますよね、でも例えば GPT も GPT-2 ぐらいの時って本当にもう現代人みたいで、あの全く砂漠花なんとかみたいな、だからあれはあれで面白いんだけど、あの今ああいう要素はどんどんなくなっていくと思うんです、AI に関して言うと、まあ、結局人間的な言葉遣いになっていくっていうことですよね、学習が人間を学習しちゃってるから、人間から離れられなくなっていくっていう、そうだからシンギュラリティ来るか来ないか問題っていうのは、多分僕は来てても気づかないっていう、ことだと思うんですよ、なるほど、これでも初演からもうですから2017年からもう7年そうですね、ですよね、今回の、東京凱旋公演で7年ですけど、その辺ってもう明らかに変わってきてめちゃくちゃ変わってます、めちゃくちゃ変わってきます、だそもそも声もボーカロイドをその時々で選んで使ってるけど、もう声のクオリティがやっぱりすごいですよね、進化が、だからあの日進月歩だと思いますよ、でまあ、今回の凱旋公演とかでも結局その歌詞の部分、リリックの部分に関しては、先生 AI に
やら作ってもらってる。ほとんどあのね2曲だけ、ミシェル・ベルベックの詩と、はい、あとビトゲンシュタインの確実性の問題っていう遺作ですね、はい、の中から抜粋したのを歌ってるのがあるんですけど、うん、あと僕が書いた詩っていうのも1曲あるんですけど他は GPT です、ね、生成 AI。それちなみに生成 AI に作らせる時ってどういう条件を今だと入れていくんですか。あのその時にかぶさってくる照明をヒントに作っていくんですよね、うんうん、で例えば月とか鏡っていうのがあと例えば富士っていう、こう2つが1つでこうどっちもかけられないとかそういうことを歌ってる場合にそれをアンドロイドが解釈して歌うとしたらどういう歌詞が可能かみたいなことをひたすら GPT と話して作っていく。なるほどね、うん、ちょっと照明の話出てるんで、うん、あのその照明がフィーチャリングされておりますアンドロイドオペラミラー、今回はですねあの2部作っていうのかな、今回の凱旋公演は1部と2部に分かれてるんですけど、うん、2部の方でその照明がフィーチャリングされるということ で、うん そちらの方短くまとめてある映像があります。2分ほどの映像ですのでちょっとそれを見てまた照明の話も含めて詳しくお話を聞かせていただこうと思います。映像の方出ますでしょうか。はい、お願いします。はい、というわけで、うん、今回もですね凱旋公演の方で上演されますミラーのこれはパリ公演、はい、そうです、去年6月ですね、はい、一部を見ていただきました。途中で、まあ、お坊さんみたいな人がいるというコメントがありますが、うん、あれはみたいな人ではなくて高野山の、いややばいですよ、お坊さんみたいな人とか使ってたの ね、うん、完全な高野山のお坊さん、高野山のお坊さんたちです。で、まあ、そのお坊さんたちが唱えていたのが、まあ、その照明というものなんですけど、うん、そう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 、これはだからもうずっと伝わっている日本で一番古い音楽ですね。あ、そういうことなんですね。1200年前って面白い時期で、はい、グレゴリアンチャントっていうのもヨーロッパで始まって、だから要するに人間が歌を表現としてやり始めた時期なんですよ、うん、あの東洋西洋関わらず、でそこからずっと変わってなくて、で彼らは、高野山の中の三宝院っていう空海直系のお寺に集まって照明の勉強会をしている人たち でその三宝院の人に偶然会ったんですよね、はい、今も忘れないけど、スーパーデラックスの近くのエイトで夜中にご飯食べてたら、うん、でその後メールが来て、はい、照明というのはこう口伝で伝わっていくから、うん、こう高野山大学っていうのがあるんですけど、そこで若い人の希望者がないと伝統が途絶えてしまうと。あ、なるほど。だから新しいことを やらないとこのまま終わってしまうから、うん、なんか照明
を新しくしませんかしてくださいっていう連絡来て、直感的に面白そうだなと思ったから、うん、彼らがこう三方院で定期的にやってる演奏会があって、そこに一回呼ばれたんですよ、ゲストで、うん、でまあ全然わかんないから何やるか、うん、でも彼らはこう決まったものしか歌えない、だからとりあえずその庭でやることになってて、庭にグランドピアノを用意してもらって、僕は808かなんか持ってって、まあ、808太鼓みたいな音だからいいかなと思って持ってって、はい、ピアノでつけてったんですよ、うん、耳で聞いて、うん、でこうやって初めて聞くのよ当然、でもつけてると時々転調するんですよ、うん、でそれもこうやって追いかけてずっとつけてったら、うん、その正面のリーダーの方はすごく耳がいい人なんですけど、全部ついてきてましたねと、うん、で終わった後盛り上がって、で直感的に結構これを持ってやったら面白いかなと思って、あのもうちょっと続けませんかっていう提案をこちらからして、それ以来ずっと続いてますね。なるほどね、うん、でまあアンドロイドオペラにもその商業を入れてみよう、うん、そう、なんかあのドバイ万博でアンドロイドオペラやるってことになった時に、はい、日本の伝統芸能とやるの嫌ですよねとか言われたんですよ、はい、あの日本の政府の人に、で歌舞伎とかって言われたんだけど、ちょっと待てよと思って、商業、うんうん、と僕もともとやってて、これオーケストラの中に照明がコーラスで入ってたら、モーツァルトのレクイエムは少年少女合唱団入ってるけど、それともう真逆のすごい低い声でオーケストラに合唱が入ってて、でリードボーカルがアンドロイドってなかなかいいんじゃないかと思って、うん、大丈夫です、あの照明を入れるといいと思うから、あのそれで行きますってその場で言ったんですよ、はいはい、で電話して、あのドバイ行きますよって言ったら、えドバイですかと言われて、うん、でそこからミラーは、これ実際にでもそのあのパートの中で、うん、その照明と、うん、しめさんのピアノと、うん、あとその、まあ、いわゆる即興、うん、アンドロイドの即興、うん、そのだけのパートが僕のピアノじゃなくて僕の電子音と照明とアンドロイドだけっていうパートがレスタティーボって呼んでるんですけど、はい、オペラでいうとそのアリアの間の曲レスタティーボって言うんですけど、はい、それがこのアンドロイドオペラの場合はオーケストラはなしで電子音と照明とお坊さんになるんですよ、ね、でそのそこで完全に即興でそうです、だから毎公演違うっていうことなんですか、うん、へえ。結構そのお坊さんたちは AI に似ていて即興が、うんうん、あの調和という概念がしかないんですよね、それは音楽的にもこうフィロソフィー的にも、うんうんうん、だから鳴ってる音楽に対して自然とキーを合わせるんですよ、うん、だから僕の曲キーそれは当たり前だけど曲によって違うじゃないですか、うんうんうん、それに全部こうアジャストしてくるんですよね、うん、元々の照明を、うんうんうん、あってことはその照明は型は1200年と一緒なんだけれどもキーだったりは実は変形に変えて良いことなんですね、うんうん、そうだから面白いですよ、だからインとアウトだけ決めて、うん、あと速さとか、うん、それで唱えてもらうって、まあ、そもそもその照明のはその高野山の中で口伝で伝わるものだけれども、うん、その演奏したり歌うっていう場の制限は全然ないんですね、例えばこういった舞台にも参加できるし、うん、いろんなところで演じること自体は許されているもの、もうほとんどのことがこの人たち許されている、許されてめちゃくちゃ自由です、うん、そうですね、うん、ある意味パンクな感じがすごいしますよ、うん、買い物とか大好きです、ね、あそうスニーカーとかルイヴィトンです、あマジですか、うん、スニーカールイヴィトンか、うん、タクシーパリ行った時のタクシーの中の会話とかもすごくて、やっぱりカバンはベルルッティが一番いいですなと、小屋さん結構緩い、緩いっていうかね欲望肯定なんですよ、あ、うん、そうか、そうだからそれは空海のすごい特徴で、うん、欲望を肯定しないと生きるエネルギーが湧かない、うん、なるほどそういうことか、だからそれ結構面白いポイントで、うんうん、もっと調べたくなっていろいろ調べてたら立教っていうその照明の、あ、密教の中でも中心的な教えがあって、それのさらに中心的な教えってセックスに関することなんですよ、うん、でこんなあのお互いの境界が溶け合っていくみたいな、うんうんうん、だからこれ英語にすると西洋のオペラみたいな歌詞に一周してあるんですよ、うんうん、でこんな面白いものをなんで教えてくれなかったんだって電話したんですよお坊さんに、うんうん、じゃあこれは本当にやばいから唱えられる人も限られてるし言えなかったですって言って、いやいやこんな面白いものは絶対に使わない手はないから、その
ラストっていう、だから欲望っていうタイトルにして、うんうん、このパリ公演の時に新曲として初演して作るから、うん、ちゃんとその教え唱えてください、ね、うん、あのダブルレイヤーで、うん、アンドロイドと、はいはいはい、で作ったのが最後の曲なんです。ああ、そう、僕ね、よく輪廻転生とか下脱の話をした時に、うん、欲望108の煩悩は全部なくなって下脱するっていう、うん、まあ、ざくっとしたそんな図式がある時に、うん、まあ、僕はそのヒップホップのギャングスターラップとか考えた時に、いやでもこれ輪廻をそれまでぐるぐる回って下脱できないわけじゃないですか、うんうんうん、でもぐるぐる回るって結構そのなんかモーティブな感じがして、うんうんうん、むしろ抜けちゃわないで回ってた方がいいんじゃないのっていう意味 で、うんうん、でそれを駆動するエネルギーっていう、煩悩がなくなったら回らなくなるんだったら、うん、煩悩が例えばヒップホップの金、セックス、車、うん、俺が一番やばいっていう欲望が自分を駆動させる力になって、うん、そうすると下脱せずに回り続けることができて、それってエネルギーを生んでるから、うん、だからヒップホップ的なそのギャングスターラップ的なアティチュードっていうのは、うんうん、むしろそれで回り尽くした先の下脱っていう方が正解な気がするっていうのは、僕ちょっと自分の本音を書いてたんですけど、うんうんうん、僕も全くそっち派ですよね、うんうん、だからこう拝んでるだけでいいっていうのとはすごく違うんですよね、うん、拝んで、自分を考える、自分と世界のつながりを考える、うん、それで自分は何ができるかっていうところが、うん、彼らにとってはすごい大事で、うん、だから何を食べちゃいけないとか、うん、こう結婚しちゃいけないとか、そういうの全然ないんですよ、ね、うん、なるほど、いろいろつながってみないと分かんないじゃん、まあ、そうそう、だから探求するっていうエネルギーがないと前に進めないから、うん、そうなんですよこれは何なんだろうっていうのはやっぱりね、うんうんうん、のヴィトンのスニーカー履いてみようっていうのもそうだし、そう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 、あの車乗ってみようっていうのもそうだし、そう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 、まあでも面白いのは最終的にやっぱりその調和っていう中 で、うん、でしかもまあ共に音楽なわけじゃないんですか、うんうん、だから、うん、そのだからお互いの哲学と音楽っていうジャンルが見事に最後こう、そうです、ね、一つの作品にしてくれてるっていう、そうです、ね、これだから音楽じゃなかったらこうならなかった可能性も、うん、うん、ありますよね。音楽はだからそういう、だから僕も散々ノイズとか実験的なことやってきたけど、調和の仕方が新しいっていうのはなかなかなくて、だから調整音楽書くとかじゃないじゃないですか、全然、うんうん、厳密に言ったらピッチはずれてるけど、でも大きく見たら調和してるみたいなやり方っていうのは自分だけじゃできなかったから、それは面白い、面白いな。あとはね、このアンドロイド側の視点ってこう歌を歌ったり指揮をしたり表現している人っていうのは自分の感情があるわけじゃないですか、うん、でこのうまくいった時の喜びだったり、まあ、すごい防火の境地で気持ちよくなるとかっていう、アンドロイドはずっと鏡で、うん、基本的には周りの人がの感情とかを反射してるだけじゃないですか。そうですね、これがねやっぱ見てて面白いというか、うんうんうん、ですごい人間的なことが周りで行われていて、正明ともすごい人間的にぐるぐる回りながら唱えてるわけじゃないですか、うんうん、ただ真ん中で表現している主体は何の感じもないわけです、ねうんうん、これがね結構構造としてすごい面白い。だからミラーっていうのはそういう反射ですよね、うん、見てる人が、まあ、勝手にいろいろなものを見ていくけれども、うんうん、それは自分が映っているっていう、うん、あこういうことだと思ってるのは自分がそう思ってるっていうのが反射して帰ってきてるっていうことだから、うん、そう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 、ただ取材とか一緒にアンドロイドで受けると、うん、本当にもう鏡で、うん、こうめちゃくちゃ元気な記者とかいるじゃないですか、うん、あなんかすごい可愛いとか笑ってるとか言うんだけど、うん、明らかにこう更年期が辛そうみたいな人とか、うん、あと私生活に問題抱えてそうみたいな人とか、うん、ライターでもなんか私生活に問題を抱えたライターさんが来るそう、うん、なんかちょっとダウナーだなみたいな人来ると、悲しそうな表情とか、悲しそうだよねとか言って、それはあなたがねみたいなことはよくある、うんうん、なるほどね、あだから見える側、見る側、鑑賞する側のミラーにもなっちゃうっていうことですね。そうですね、っていうことですよ。ただやっぱその例えばマイケル・ジャクソンとかもそうなんだけど、うん、実はそういう機能もとっくに果たしているものってのは結構あって、うん、そのアイコン的なアーティストとして、うんうん、なんかすごい完璧なビジョンを見せるみたいなものって、やっぱり見てる人たちがの反射状態になっている、うん、そうですね、うん、カニエ・ウェストはすごくそうですよね、うん、要するに彼の感情って多分ほとんどの人は興味持ってないじゃないですか、うん、あのアクティブっては、うん、モーションは興味持ってるけど、うん、カニエが何考えてるかとかっていうことは、うん、もうネット上のことで十分足りてて、うん、この音楽してる瞬間に彼は何考えてると誰も思わなくて、うん、ほとんど反射ですよ、うんうん、反射だと確かにアンドロイドで大体可能なものでもあるんですよね、うんうんうん、だからそこが人間であるって言った時に
のなんかそこの差異の部分にちょっと頻度がありそうな気がしていて、まあ、それを追求すべきかどうかってまた別の話で、その反射的なものっていうのが実はアーティスト性が高ければ高いほど反射的な存在にもなっていくっていうところもあるから、うんね、やっぱりデコボコしているとなんだこれって思ったりもするっていう。そうですね、そうですね。あとまあボイドっていうか空虚とか空洞的な存在でもあると思っていて、それもまあ面白さだと思うんですよ、うん、ね。だから中身ないわけですからね。そう、プログラム入れなかったら何もない、うん、器で多分ね、うんうん、だから何にも動かない状態っていうのが原則そういう状態なわけじゃないですか。そうです、だからそこがまたきっと面白いとこというか、でもこれ多分渋谷さんどっかでおっしゃってた記事を読んだような気がするんですけど、結局まあもちろん7年前に比べてテクノロジーが進化してるわけですけど、でもそのいわゆるアンドロイドの反応のスピードだけを競ってるだったら限界がやがて来るし、例えば今年の作品は5年後に古いものになっちゃうけど、そうではなくてやっぱり面白さ、その反応のアンドロイドの面白さみたいなのを追求してるんだっておっしゃってて、あとはコンセプトですよね。だから結構これ見てとか、あとちょっと一緒にやり始めた人でもっとモーターで早く動いたらっていう発想になる人いるんだけど、僕としては僕はコンセプトもプロデュースも作曲も全部やってるから、仮に親指一本しか動かないアンドロイドしか使えなかったとしたら、それで面白くすること考えられなかったら僕がダメなんですよ。なるほど。だからテクノロジー依存するのはやっぱり違うというか、それはなんかエンターテインメントの考え方ですね。より早くっていう風になってしまうと、そういうことですよ、うん、そうだからどこまでをテクノロジーって考えるかっていうのも非常にこう難しくなるのかなとは思いますが、宮台先生頑張れっていう風に来てますが、間もなく一応到着の予定ではございます、ね、宮台先生大幅な遅刻で頑張っているのかな、分かんないです、頑張ってるかどうかは来るのかな、本当に一応来るらしいですよね、来るらしいというかスタッフには来るという連絡があったそうで、なぜ遅刻なのかも含めて到着してからまた弁明は、聞きましょう、はい、聞いてみたいなと思いますけど、そうかそうか、まあでもそもそものコンセプトとして渋谷さんの中ではそのテクノロジーの競争ではなく、依存、テクノロジーに依存するんではなくっていう、そこがもう大前提としてあった。そうですね、うん、だからまあそれは多分一般的にはちょっと分かりにくい、あ、来たものすごい夏っぽい格好で、ものすごいバカンス帰り、バカンス帰り、海から帰ってたんですかみたいな、海ですか、宮台さん、ジンベイ、ジンベイですか、うん、何されてたんですか、マルゲキのゲスト都合での予定変更で、あら、マルゲキ、あのジンボさんとやってる、はいはい、一つの番組のですね、PFOS の話だったんですけど、かなりやばいんですよ、みんな心配してたんで、そうです、はい、すいません、また写真撮られてたんじゃないかそれは、ね、大丈夫です、ね、大丈夫、何度でも強く出ましたね今日、よくわからないテンションのような気がいたしますけども、まあ、宮台さん到着してちょっと一言二言いただいてからもう1時間経ってますんで、はい、申し訳ない、はい、後半の方につなげていこうかなと思います。本当に申し訳ないです。まあ、今あのアンドロイドオペラのそもそも成り立ちとか、まあ、今回のですね、6月の18日の凱旋公演の演目について、まあ、その機能なども含めていろいろお話を伺ってたところなんですけども、宮台さんはこのアンドロイドオペラ、まあ、動画とかで一部見ていただいてるんじゃないかなと思いますけど、まずどんなふうに受け止めていらっしゃいますか。僕はほらもともとクラフトワークが好きだったんですよね。でクラフトワークの日本公演は、まあ、全部見ていて、でそのクラフトワークの、ある種の社会批判風刺的なアンドロイドの、まあ、要するにロボットですけど、ね、の使い方をすごく感銘を受けていました。でなのでこの今回のアンドロイドオペラでもその音楽表現を通じてどういう世界観やね、どういう価値観が表明されるのかってことがすごく興味があります。ちなみにクラフトワークはね、いつもバウハウスを参照してるんですよね、まあ、例えばメルセデス の車のデザインとかはバウハウスの伝統の上にあり、でこれはまあロシアの未来とか表現主義とも非常に密接な関係があるんだけど、難しい話を抜いて言うと
要するにテクノロジーはめまいなのだ。でそのテクノロジーのめまいは快楽、つまり相対的な快楽というよりも享楽なのだと。したがってちょっと吉本の反核異論なんかとも近いところがあるんだけど、生半可な善悪論とか生半可な社会的適切論、適切性論では、テクノロジーには抗えない。だから彼らがアウトバーンとかトランスヨーロッパエクスプレスとかっていうのを素材に描いていたのはあれじゃビークルですよね。ビークルっていうのは享楽の、まあ、象徴なんですよね。で享楽のテクノロジーっていうのは止められず、その延長線上にレイディオアクティビティ、つまり、まあ、原発あるいは核の平和利用等に関わる放射能もあるのだと。でなのでちょっとここも吉本と似てるんだけれど、全体主義に抗うのに民主主義をもってするとかって全然ダメで、人にはもともと全体主義の強い思考があるから、その全体主義の中に良いものと悪いもの、注意するべきものと身を任せていいものを識別しなければいけない。でクラフトワークも同じですね。アンタイテクノロジーでは、アンタイテック、ハイテックっていう立場ではもちろんない、しかしある意味では最も強力なテクノロジーに対する批判的な立場を打ち出そうとしていたっていうね。だからそういう意味ではテクノロジーと表現、あるいはオウム真理教の時に、ね、よくあるいはセプテンバー11の時もそうだったけど、表現は現実に負けるんだっていうふうにして筆を折ったりするね人たちっていうのはアメリカにもいたし日本にもいたんだけれども、日本の場合にオウム真理教の時に筆を折った劇作家とかがいたんだけれども、何て言ったらいいのかな、表現とそのクラフトワークが言うような意味で のテックですね、享楽のテックっていうのは それ自体が競合、コンペティティブ、競合的な関係にあって、テクノロジーの享楽に打ち勝つことができるような表現ってあるの、あるいはないんだったらないんで構わないが、テクノロジーの享楽の上に乗った上でなおかつそれでもノホーズの、まあ、あとは野となれ山となれ的な構えではないような、どういうテクノロジー そのステアリングやハンドリングに関する、まあ、哲学があり得るかということを通っていましたよね。ということで一概にですね、テクノロジーいい悪いとか、テクノロジーを利用する表現いい悪いとかという話ではなくて、基本はどういう哲学を我々が、まあ、樹立していき受け渡していくのかなということだというふうに思っています。あとやっぱりその、人間にしかないものと、テクノロジーにしかないものってあると思うんですよ。で結局、アンドロイドって擬人化されたテクノロジーなんで、人間はその投影してみるわけですよね、人間に、人の形をしてるから、で僕この作品の中で GPT がほとんど作詞してるんですけど、3つ元テクストがあるものがあって、一つはミシェル・ウェルベックのある島の可能性から、主人公が書いたある種空虚なラブレターみたいなもの、だからこうコンテクストがあるラブレターっていうのは AI ではなかなか難しい、であともう二つは、三島由紀夫の天神御水からインスパイアされて、GPT で作った歌詞、でもう一つはビトゲンシュタインの確実性の問題から抜粋、この二つは遺作なんですよね、で遺作っていうのは、まあ、AI にはないですよね。確かにそうだ。で遺作特有の表現の揺れというか、確実性の問題ってちょっと詩みたいなところがあるじゃないですか、でこれはある種の何かアンステーブルな感じと読むこともできる、そうじゃないかもしれないけど、でそれは AI にないものだから、逆にアンドロイドみたいな AI を使ったアンドロイドにやらせることで非常に違和感を生むだろうと、ざわざわするだろうと思って、それは入れてるんですよ。なるほどね、まあ、人類学でねこの30年ぐらい話題になってるのは、
いわゆる人間中心主義こそが反人間的で、うん、脱人間中心主義あるいは脱人間主義こそが人間的なのではないかっていう、まあ、発想なんですよね、うん、でこの発想の延長線上で言うと例えば人間的なものを担わせるのに人間ではもう無理なんじゃないか、うん、その感情の劣化身体の劣化のとどまるところのない流れを、もうつまり諦めちゃっていいんじゃないかって発想も出てくるんですよね。だから人間的なものを人間にではなくて、例えば生成 AI とかアンドロイドあるいはヒューマノイドとか、まあ、遺伝子組み換えとか改造哺乳類とかもう人間ではないものに人間的なものを担わせるのが良いんではないかっていう発想すらも出てきているっていうね。だからその意味ではテクノロジーとかですね、人間的なものを何が似合うのかっていうような主題ほどラディカルなものはやっぱないっていうふうに思います。このアンドロイドペンはまさに そこの今思考の場になってるというふうに宮台さんは捉えて、うん、そう思いますねということですね、うんうんうん、ちょっとその問題提起というか指摘を受けて、うん、もう番組開始から1時間経ってますので、うん、ちょっと5分休憩をしてです、ね、すみません一般の人で大変申し訳ない。はい、とんでもございません。なんていうこと急に陳謝珍しく陳謝珍しくってことはないじゃないですか。珍しいですよそこはねダンスさんが言うと説得力があります。見方がいいねそうですね、もっといじめろもっといじめろっていうふうに来て、いやいやいや、まあまあ来ていただきました。結果往来です、はい。まあ、ここからまたさらに議論を白熱させていく。これでも AI が遅れるってことあるのかっていうね。あ、なんか命令してチャット GPT にこの答え出してくれって言った時に40分何の返事もなく、チャット GPT 制限してる時があって、うん、X とか見てるとやっぱ制限してる時は結構それで狂ってる人いますよ、ね、うん、制限してんじゃねえかよ、なるほど、そうかそうか。一応ね、生成 AI って皆さんご存知のように、でまずデータセット群を人間が指定して、うん、で次にそこから生成 AI にディープラーニングさせて、で3番目の段階ではそれを人間たちがアライメントするっていうね、うん、3段階のプロセス でしたがって、これはそうだな、以前練馬美術館で宇川、うん、ドミューのね、さんとお話しした時に、はい、例えば統合失調症者のコミュニケーションだけを、ね、うん、データセットとして指定するとか、うんうん、ね、あるいはうよ豚だけのデータセットを指定するとか、うん、あるいは、まあ、何でもいいんだけども、うん、データセットとして何を指定するかってことによってどうとでもなるっていうことがね、うんうん、非常に重要で、だから宇川さんはどちらかというとデチューンされた、まあ、狂った、うん、データセットから学ばせて、で要は人間が表現できないような、うん、人間ならば今のっていうのは今の普通の人間ならば言わないことをやらないようなことを生成 AI にやらせてしまうっていうような使い方、うん、統合失調症はほとんど解決不可能じゃないですか、うん、そうです、治療不可能じゃないですか。おっしゃる通りです。でも統合失調症のアンドロイドと統合失調症の人を一緒に暮らせさせたら、うん、可能性あるかもしれないですよね、うんうん、シンパシーがあるわけだから、うん、そうですね。だから僕たちは、うん、ほら昔だったら統合失調の人たちって別に隔離されずに、うん、シャーマン的な存在として扱われたりとか、うんうんうん、お告げをする人ですよね、うんうん、として扱われたりするってことがあったし、S 神話者って言ったのは、日本の精神科医のちょっと名前がすぐに出てこないけれども、もともと人間的であるかどうかギリギリの周辺最先端にいるような存在が集団の未来を切り開いてくれるんだっていう発想がね、やっぱあったんですよね、うん、でも数ステップでそれが失われて、人間から見て標準的でないものは、最初吸品陰とか日本だったら養育院とかに隔離して、で我々には標準的なコミュニケーションしか目に入らない耳に入らないというふうにしていった。それがつまり近代化の事実上の出発点なんですよね、うん、で近代化はもろ手を挙げていいものだっていうふうに人々はもう今は言わないと思うんだけれど、なんでもろ手を挙げていいものだと言えないのかというと、我々の分かりやすく言えば
本質的な意味での多様性あるいは混乱カオス、うん、まあ、ケイオティックなものに対する免疫がもうなくなってしまっている、うん、だからテクノ、まあ、完全に原生自然から間接化された、言語的に予測符号化された枠の中でしか物事が起こらないっていう状態じゃないと安心できないとかっていうね、うん、まあ、身体と感情の劣化が明らかに近代テクノロジーによって生じている。でもそれは近代テクノロジーが悪いというのではなくて、やっぱりテクノロジーの利用法が悪いというふうに考えた方がいいと思うんですね。あとそれはクラフトワークのメッセージでもあって、あ、そうですよ、ね、うん、後半も一つお聞きしてみたいのが、このやっぱりオペラを作った時に渋谷さんがどっかでおっしゃってたと思うんですけども、要はね、こうやってまあ壊れていく世界の、うん、まあ、その果てというか先の景色みたいなものを想像して描いた、うん、そうですってことをおっしゃって、素晴らしい終わりの風景、そうですね、宮台さんもね、加速主義者なので、うん、まあ、スーパー加速主義者、そうですよね、うん、まあ、その景色ってじゃあ改めてっていうところも、うん、AI の世界も含めて聞いてみたいなっていう、うん、フランスで去年講演やった時に、うん、やっぱり向こうでたくさんインタビュー受けるじゃないですか、うん、であなたはじゃあ、AI に対する反発ヨーロッパ強いんで、うん、あなたはじゃあ AI が人類を滅ぼすのを見たいのか、うん、って何回も聞かれたんですよ、うんうん、で僕がその時言ったのは非常に申し訳ないんだけど見たいと、うん、で別に AI が滅ぼさなくてももう世界は滅びに向かっていて、うん、終わりももう離婚寸前の夫婦みたいな感じじゃないですか、うん、だからそれは止められない、うん、で音楽でも止められない、うん、政治でも止められない、うん、だったらその過程が美しければいいし、うん、終わった後が美しければいいと、うん、で僕のコナン・ドレッドブレのショーっていうのはその過程と終わった後の世界のシミュレーションとバリエーションだから、素晴らしいっていう話をすると分かった、なるほど、うん、だからそこで日本人っぽく、いやいや見たくない、そんなの見たくないですよとか言ってるともう一貫の終わりです、まあですね、うん、きっとね、うん、本当にそうです、うん、ちょっと今のお話を受けてまた宮台さんもきっと話したいことがたくさんあると思いますので、ありますね、まあ、終わりの風景問題だね、はい、そこを話していきます、うん、なんでドクターテンマとヨハンは仲間なのか、ヨハンはあなただけが仲間だと考えた、片や究極善のように見え、片や究極は絶対悪のように見える、しかし終わりの風景を知っている者同士だけが仲間だ、なぜそういうふうにヨハンは言うのかっていう問題ですね、うん、ということ、そちらの方も後半に話を聞いていく、うん、